皆さんこんにちは、がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はプラズマ乳酸菌はがんにもいいの？というお話です。昨年頃より、プラズマ乳酸菌という言葉をですね、よく聞くようになってきました。とても流行っていますよね。でこちらのキリンイミューズというですね、プラズマ乳酸菌入りのサプリメントや飲み物が、とても売れているということなんですけども、こちらに書いてますように、これ健康な人の免疫の維持をサポートというふうに書いてまして、免疫機能の機能性表示食品としてですね、届けで公表された日本初のブランドだそうです。でこちらのですね、機能性表示食品というのは事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品ということなんです。つまりですね、実験や人での研究で何らかの健康に対する機能が認められた食品であるということなんですね。ただしあくまでですね、食品であって、医薬品や医薬部外品ではありませんので、病気の予防とかですね、治療の効果を謳っているものではありません。ではですね、この話題のプラズマ乳酸菌とは一体何なんでしょうか。はい、プラズマ乳酸菌とはですね、この乳酸菌の一種で、英語ではですね、ラクトコッカスラクティスストレインプラズマと、そういう名前なんですけども、このプラズマ乳酸菌はですね、一般的な乳酸菌とは異なり、免疫細胞の司令塔であるプラズマサイトイド樹状細胞という、こういう細胞を直接活性化するということなんですね。で、こちらにありますように、このプラズマ乳酸菌によってですね、プラズマサイトイド樹状細胞がこのように活性化されるということです。ではですね、このプラズマサイトイド樹状細胞とは一体どういった細胞かということなんですけども、これはですね、免疫で非常に重要な役割を果たす抗原提示細胞の一つである、樹状細胞の一種で、形質細胞のような樹状細胞というのが名前の由来です。こちらがですね、このプラズマサイトイド樹状細胞ということですけども、これはですね、病原体などの感染によってですね、活性化されて大量のですね、インターフェロンを産生するということ、またですね、自然免疫と獲得免疫の両方をですね、活性化するという特徴を持っています。どういうことかというとですね、一般的な樹状細胞というのは、自然免疫系であるこの NK 細胞、ナチュラルキラー細胞を活性化するんですけども、このですね、プラズマサイトイド樹状細胞はこの自然免疫系だけでなくてですね、獲得免疫系である、キラー T 細胞とかヘルパー T 細胞、それから B 細胞まで活性化することで、免疫系全体をですね、活性化することができるということなんですね。ですので、ウイルスなどの外敵に対する攻撃力が非常に高まるというふうに考えられています。ではその実際のですね、人での効果はどうなんでしょうか。これキリンのウェブサイトに、これまでの研究結果が紹介されているんですけども、それによるとですね、プラズマ乳酸菌を摂取することで、インフルエンザとか風邪にかかった患者の数が減って、喉の痛みとか咳などの自覚症状が、優位に減少したというような結果や、あるいはですね、運動部に所属する部員において強度の運動後の、疲れの自覚症状の、累積日数が優位に低下した、疲れが、少し減ったというような結果ですね。こういった実験結果が報告されています。ただ、実際に論文を、読んでみますと、風邪の症状をですね、少し、軽くする程度の、効果にとどまっていて、ウイルス感染を劇的に減らすといったものではないようです。ではそのがん患者さんにとってこのプラズマ乳酸菌を取るメリットはあるのでしょうか。現在のところ、がん患者さんを対象としたプラズマ乳酸菌の臨床試験などは行われていませんので、治療をサポートする効果や、メリットがあるという、そういうエビデンスはありません。ただですね、プラズマ乳酸菌によって活性化されるプラズマサイトイド樹状細胞はですね、ウイルス感染だけでなくてがんに対する免疫システムとしても、重要な役割を果たしていることが研究から分かっています。
実際にですね、このプラズマサイトイド樹状細胞を使ったがんワクチン療法が、臨床試験としてですね、始まっています。これは2020年、昨年報告された論文なんですけども、皮膚がんの一つ、メラノーマの患者さんに対する初のですね、人でのこのプラズマサイトイド樹状細胞のワクチン療法の臨床試験なんですけども、この論文ではですね、この治療によってがんに対するですね、リンパ球の活性が高まったというふうな結果を示しています。ですので、そういった意味ではですね、プラズマ乳酸菌によってこのプラズマサイトイド樹状細胞を活性化するということは、がんに対してもですね、有効な可能性があります。ただし、これは仮説であって、あくまでもですね、実際の研究による検証が必要ですので、がんに対する有効性についての研究もですね、今後期待したいというふうに思います。またですね、このプラズマ乳酸菌に限らず、基本的にはですね、以前の動画でもお話ししたように、がん患者さんには、乳酸菌などの善玉菌と、その餌となるですね、食物繊維を毎日摂取して腸内細菌を整えること、つまり腸活ですね、これをお勧めしています。はい、というわけで、結論なんですけれども、プラズマ乳酸菌のがん患者さんへのメリットはまだはっきりしません。腸活の一環としてですね、取り入れるのはこれいいと思います。以上です。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題についてわかりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいことを取り上げてほしい話題がありましたら、コメント欄で教えてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。